よろしくお願いします。では今日は第4回、島津外来研究所の事業紹介と事前講座になります。ちょっと待ってください。一応マスクしましょう。今日は自前講座の方はプレコの話をしますが、最初は事業紹介の方からやりたいと思います。外来魚については人がいなければそこにはいなかったはずの魚を外来魚と呼んでいます。で、放流や流出、水利用による移動が原因で外来魚が生まれます。で、捕食、競争、交雑による影響、環境の破壊、病原菌や寄生虫の伝播、人体、産業への影響、というのが外来魚の及ぼす影響として考えられています。沖縄島ではですね、20種以上の外来魚が定着していまして、詳しくは毎月の講座と、書籍を出しておりまして、こちらの外来魚ガイドの方で紹介しています。で、事業の方はですね、メインでやっているのはテラピアのオス化根絶事業というものです。駆除の方法は、目的は2つ、大きい目的は2つあって、駆除方法の確立というのと、駆除の生産活動化というのです。で、外来魚の根絶を最終目的とした防除活動から利益を生み出し自律的、持続的に活動を継続するというのを、目標にやっております。で、テラピアという外来魚についてですが、こちらはシクリ、スズキ目のシクリッドガイに属する魚の一部をテラピアと呼んでいます。で、属というもの、テラピア属というのが、昔ありまして、これに属する魚をテラピアと呼んでいたんですが、これが分類がさらに整備されて、カワスズメ属やコクトドン属と呼ばれるものに分かれています。で、今沖縄にいるのは、このカワスズメ属、上の方が、下がコクトドン属の魚なんですが、テラピア属というのも一応3種ほどいるんですけれど、沖縄に定着しているものに、テラピア属のテラピアはいません。で、原産地はアフリカや中近東を原産としています。沖縄島で定着しているカワスズメについては、世界の侵略的外来種ワースト100に入っているモザンビークテラピアと、主に食用で養殖されているナイルテラピアの2種がいます。で、両種の間では、交雑が生じていて、さらに、雑種も繁殖能力を持ちますので、浸透性の交雑が起こっていて、見た目、どちらかナイルテラピアかな、モザンビクテラピアかなって思っても、実は、わずかにどちらかの血が入っているという雑種である可能性があります。で、ここから防除、駆除の方法を詳しく話していくんですが、ナイルテラピアの性決定については、私たちと同じ性染色体の組み合わせで決まります。 XX が、メス、 XY がオスです。で、これはそれぞれ、精子が X の精子と Y の精子、X の卵子と X の卵子に分かれて、受精することによって XX か XY、まあ、こっちがメスでこっちがオスで生まれてくるという仕組みです。モザンビークテラピアやメダカ、アメリカのナマズなども同じと言われています。で、オスしか生まれない YY メスの作成ということで、私たち人間の場合は女性ホルモンを与えても、子供が産める女の人になることはないんですけれど、男がなることはないんですけど、魚のコンテラピアの場合は、Y 染色体を持っていても発生初期、孵化して間もない頃に、女性ホルモンを与えると、卵巣が形成されて、その後は自分の卵巣から
出る女性ホルモンでメス化するということが分かっていまして、で繁殖能力もあるので、Y 染色体を持ったメスが生まれます。でこれとオス掛け合わせると Y 染色体だけ持った個体が生まれてきます。でもちろんこの Y 染色体しか持ってないオスとこの間に生まれてくるのは全部オスというふうになります。さらにこの YYオスをですね、あの 女性ホルモンを与えてメス化することによって、まあ、YY メスが作ることができて、まあ、その間は全部 Y 染色体しか持つ個体が生まれません。でこれを放流することによって、野生にいるオスとの間には全部オスが生まれてくるということで、オス化して根絶しようという、プロジェクトです。で、YY メス導入による個体群のオス化シミュレーションとして仮想の個体群、最高齢10歳、各例の生産率 50%、再生産2歳以上のメスの個体数に対して一定、相続個体数10万個体、の群れに、1年に、1回、1歳の YY メスを1000匹放流すると仮定します。そうした場合の、結果ですが、横軸は YY メスを放流してからの年数、これ毎年1000匹放流します。縦軸は個体数を示していて、緑色で XX メス、これ野生のメスです。で青色で、野生のオス、赤色で、放流する YY メスで、紫色で、YY オスを示しています。でこう、オスが一旦増えはするんですけど、もうメスもオスも野生型はどんどん減っていって、野生型のメスは100年後に根絶、野生型のオスは123年後に根絶すると計算されます。こちらはあの駆除を一切行わないで、YY メスを放流するだけで行った場合で、放流する個体数を、まあ、1000より、まあ、多く放流したりとか、野生型のも積極的に駆除するということを行えば、まあ、30年ぐらいまで、縮めることができるかと思います。で、実際にやっているのは、ハエバルダム、池田ダムとも呼ばれる場所でやっています。こちらで標識放流を行って、推定個体数を出したところ、2万から10万個体と推定されました。で、産卵期は毎月サンプリングしていまして、生殖腺の重さの変化で、大体夏ごろ産卵しているということが分かりました。で年齢査定、耳の石と書いて耳石というのを取り出して、そこに年輪が出ますので、これで、個体群の年齢組成を明らかにしたいと思ってサンプルは取っています。で結構これが1個年齢を見るのに3000円ぐらいかかるんで、外注すると200匹見るのに結構なお金になっちゃうので、ちょっとストップしてきます。去年、4月から7月に、ワイワイメス一応400匹購入しました。でワイワイメスを量産化したかったんですけれど、去年ちょっと失敗しまして、今年は放流できても200匹ぐらいかなっていう感じです。全然数が足りないので量産化する方法をちょっと考えないといけない。ちなみにこれが、タグをつけてある、放流してあるワイワイメス、まあ、タグが一応ついているので識別することができます。駆除の生産活動家として、駆除活動は税金やボランティア、テレビ番組なんかでやったりとかしますけれど、まあ、お金がまずかかるけど、それ自体で儲かることはない。で産業や人体に被害が特になくて、すで、に広域に分布しているテラピアについては、対策の優先度が低いと考えられていて、特定外来生物ではありませんし、沖縄県指定外来種でもないので、まあ、野放し状態ですね。で、防除活動で発生する廃棄物から、まあ、商品を開発して収益化することができないかという取り組みを行っています。まあ、今回で4回目
なんですけど、これまではテラピアを主に言ってたんですが、調査をするとあのプレコっていうナマズの仲間が取れます。で、だいたいテラピアとプレコ半分ずつぐらい取れるんですけれど、去年の12月はもう1日と網投げてもテラピア2匹しか取れなくて、もうあとは全部プレコだったっていう状況がありました。で、これはものすごい鱗がもう硬くてガサガサしてて、とわみがもう擦れてヤスリにかけられるみたいになるので、とてもあの迷惑な外来魚です。で、今回はそのプレコについてもちょっと利用方法についていろいろ試験をしているので紹介します。で、こちらはテラピアの乾物の様子です。調査で取ったテラピアの食べれる部分を醤油につけて乾燥させてジャーキーみたいにして売っております。で、同じようなことを、プレコでもやってはいたんですけれど、プレコテラピアはまあ食用なんですけど、プレコも原産地では食用とされていて、別にあの日本人の感覚だと熱帯魚、観賞魚なんですけれど、現地ではまあ食用とされているものなので、別に食べてもあの不思議ではない、種類です。で、まあ、同様に乾燥魚肉にしたんですけれど、全然取れる肉の量が少なくって手間だけかかるんで、これはあの特注があったら作るっていう感じにしてます。で、こちらは、皮ですね。テラピアの皮を外来魚チップスを作った時に、取れるので、こちらは桃玉菜の葉っぱをミンチにしてタンニンという成分を抽出して、で、これで皮のタンパク質をとタンニンをくっつけて収縮させて皮をなめすということをやります。すると、まあ、ちゃんとあの腐らない皮になります。で、マンコの写真なんですけど、あのマングローブが生えてて、こちらのマングローブも実は外来種と言われていて、まあ、水鳥が湿地に降りてくるんですけれど、あのそれがマンコが、まあ、マングローブが広がっていくことによって水鳥があんまり干潟をなくなっちゃって水鳥が減っているということで、なんか駆除されているらしくて、で、このマングローブの樹皮からもあの良質なタンニンが取れるらしくて、まあ、ハイバルダムの一番下流はマンコの湿地になるので、あのちょうど黒馬川水系で、そのいらないもので産物ができるのかなと。ちょっと、まあ、桃玉菜の方が使い勝手はいいんですけれど、そういうのをちょっとあの考えています。で、外来魚チップスを作った時に食べれない部分とかプレコとかをミンチにして脂肥用化を行っています。これがミンチにかける装置機械で、これはあのペレット状にして乾燥させたもので、まあ、窒素7、リン8、カリウム1の肥料としても使えるようになっています。で、こちらはその肥料で育てたイチゴとニンニクです。で、ニンニクに関しては糖度を測ったところ、割と高い値が出て、青森県産高級ニンニクに近いような値が出まして、で、今年もあのちゃんと収穫できましたので、で、1ヶ月ぐらい乾燥させて保存が効くようにしますので、そのタイミングで今あのファーマーズにもいっぱいニンニク並んでるので、今年分のあのニンニクの糖度大会、比較大会をしたいと思います。で、こちらはあの外来魚ペレットとテラピアそのものと、プレコそのものの、乾燥ペレットの成分比を示してあります。外来魚ペレットの方、外来魚サイエンスの方は、まあ、窒素が7対8対1ぐらいで、なんですけれど、あのプレコも入ってて、テラピアの食べれないところも入ってて、まあ、テラピアそのものも入っているっていう状態で、比率も、まあ、曖昧なんですけれど、テラピアそのものはこっちはテラピア 100%、 こっちはプレコス 100% になります。
見てみると、まあ、テラピアは7対6対1ぐらいで、まあ、同じようなあれなんですけど、プレコに関してはすごいリン酸が高い値を示してあります。これは実物野菜とかを育てる上で重要な成分なので、まあ、混ぜてもあれだけど、こうやってそれぞれ別々にペレット状にすることで使い分けができるんじゃないかなと考えています。でニンニクは必要な肥料が10R あたり、キロで20対20対20、これは窒素リン酸カリの割合ですね。20対20対20必要とされているんですが、メロンについては10対16対5と言われていて、リン酸が非常に必要なんですね。でプレコは肥料として、まあ、リン酸が多いのでメロン合ってるんじゃないかなと思って、今年はメロンに挑戦しようと思っています。でレンコンの栽培も並行してやっておりまして、こちらは、水田上に、プールで水田のようにしてレンコンを栽培するの で、その空間を使ってオスしか生まれないテラピアを養殖しようじゃないかっていうことで、やっております。これが今朝の、写真なんですが、プールに監視カメラをつけていて家からでも見れるようになっているんですが、その画像です。浮き葉が最初バーって出てくるんですけれど、その後立ち葉っていって水面より上に葉っぱが上がってきて、でその次はまあ花が咲いたりとかするらしいんで、割と順調かなとは思っているんですが、植え付けしたのが3月6日なんで1ヶ月、ほぼ1ヶ月ですね。でここぐらいまで大きくなりました。で生産計画としては、ビニールプールが 2.2×4.5 で10平方メートルぐらいなので、そこに、1平方メートルあたり1匹になるぐらいでテラピアをの密度それぐらいになるように10匹入れてあります。でハスは青白という極わせの品種で4キロ入れてあって、6月にできれば収穫したいな、90日ぐらいで収穫できるらしいので、6月を想定しています。でこちらは先週レンコンってすごい深く潜っていっちゃうんですけれど、こういうビニールプールとかだと、まあ、土10センチぐらいの厚さでも育つらしくて、で掘り起こすのも簡単っていう、まあ、そういう研究がやられていて、でそれでの収容が平方メートルあたり3キロなんで、3キロと言われています。でレンコンは東京の卸売市場で6月が一番高く買い取りされていて、キロあたり1500円ぐらいになるので、ビニールプール1つの面積で、30キロぐらい取れて4万5000円になったらとてもいいなという計算です。でテラピア1000匹放流するシミュレーションの満足させるためにはプール100個でレンコンの売り上げ450万円だったら、まあ、駆除活動に必要な、ワイワイオスを生産しながら、収入も得られるかなと。こんなにうまくいったらいいんですけど、実際この1500円っていうのは6月だけで、平均的には、500円弱ぐらいらしいので、まあ、それでも、約40万円ぐらいの売上は期待できるかなと。で、まとめですが、オスしか生まれないメスの作成放流というのをやって、個体群を、オス化します。それと並行して野生個体を採取する、この2つで個体群をゼロにする、完全に駆除してしまうと。でそれと並行して採取したものを使って乾物とか皮を作ったり飼料にしたり、飼料からこのオスしか生まれないメスを養殖したり、野菜の栽培をしたりというようなことして、収入も得て駆除の活動を
自力でできるようにすると。でこれで、この仕組みでミソなのは、駆除をどんどん進めていくと取れなくなってきちゃうと。本来は取れなくなってきちゃうんですが、ここでは放流をメスを放流してオスは増えるようにしてあるので、資源が枯渇しにくいというような特徴があります。で活動内容については、YouTube 等で公開もしております。で今日紹介した商品、書籍とか外来でチップスとかそういったものは、西原劇場やハイバーグエコセンター、あとはオンラインショップで購入することができますのでよろしくお願いします。以上ですね。何か質問とか意見とかありましたらよろしくお願いします。はい、レンコンの栽培ってあったじゃないですか、はい、プールでテレピア入れるみたいなのがあったんですけど、はい、あれって水鳥とかに食われるとかないんですか？あ、そうですよねそれは今後考えられる感じで、レンコン畑、実際の内地でレンコンを栽培しているところでは水鳥たくさん来て、レンコン食べる水鳥もいるらしくって、でもうそれで防鳥ネット張るんだけど、それに鳥が絡んじゃってて、でそれが動物虐待だみたいな感じで問題になってるらしくって、YouTube にもレンコンの作業をしながらもう干からびたゾンビになったような鳥が映ってて、そういうのが告発じゃないけど挙げられたりとかしてるので、テラピアを食べにもう多分詐欺とかもやってくると思うんで、ビニールプール横が壁になってる部分は横移動で入るっていうのは多分ちょっと難しいだろうなっていう特徴はあるけど、将来的には考えないといけないかもしれないですね。あと結構詐欺はつつくのが強いから、ビニールを突き破る可能性があるのもちょっと心配はしています。ありがとうございます。最初に YY のオス作るじゃないですか、はい、あの時に XY のオスと YY のオスの区別つくんですか？見た目ではつかなくて、ですよね、はい、うん、ちょっと待ってください。そうなんですよね。どうやってワイワイを選ぶのかなっていう、その前ですよね。そうですね、うん、これで生まれてくるのはメス XX が1体、XY が 2で YY が1で生まれてくるんですね。でメスはまあ分かるんですけど、オスは野生型のオスが2いて、欲しい YY オスは1しかいないので、これオスをとりあえず検定交雑させるんです。野生型のメスと結局これやって、XY オスだったらメス生まれてくるけど、YY オスだったら全部オスになるからっていうので一回繁殖させます。オス一匹ずつね。そうです。だからこの YY メス作るのに失敗も2回ぐらいあったんですけど、結局10年ぐらいはかかりました。水産試験場とかだったらね、いっぱいこうわーってやればいいんですけど、そんなに水槽も台数ないので、割と3分の1の確率で今年で生まれてくれるかなみたいな感じでやってました。YY オスがまあできたところで、またあれなんですよね、 YYXYY メスも検定しないといけないので結構大変なんですよね。ちゃんとオスが全部生まれてくるメスになってるかっていうのがないといけない。でももう一旦検定してしまえば、もうこの状態になってしまえばもうどんどん作れちゃうので、今ようやくここに持ってよかったな。
と思ったんですけど、YY のオスもしくは、こう操作した場合、はい、野生 の, そのフィールドの中で相手を選ぶっていう選択制の時 の, その変数がないじゃないですか。あ、ワイワイオスと野生のオスだと繁殖に加われ、あ、加わる可能性についてはそうですね。これはちょっと例えば水槽の中、いわゆる人工飼育管の中ではどんな感じなのかなとかすごい興味あります。一応あの人工的にやるんじゃなくて水槽の中でちゃんあの勝手に産むようにはしてきているので、あのその時その要は野生型の個体がその人為操作された個体を選ぶのか、それとも見分けをして好みとしてその野生型の相手を選ぶのかっていうのは実験はできてないですね。あとあのこれはモザンビークテラピアで作ったんですね、これは。でアイワルダムは主にはナイルテラピアの方で、多分ナイルテラピア同士の方がそうですいくとは思いますけど、あとごくわずかですけど XX のオスもいますよね。 XX のオスもまあいるとは思いますね。その場合の話を考えた時になかなかちょっとあの年数の、はい、シミュレートが少し甘いのかなっていう、ね、そうですね、感じました。割とでもあの捕獲の方が頑張れば、もうだからほぼゼロに近いぐらい頑張ればいいかなというのと、割と干ばつとか寒波とかで大量死するタイミングになると、あの勝手に、ね、野生型のメスがあのそのタイミングで全滅してくれたらいいなとかっていうのはあるんですけど、結局絶対いけるわけではないと思いますし、多分この本当に全部オスが生まれてくるかっていうと、イレギュラーでメスは生まれてきちゃうとは思うんで、うん、例えば今の話にあった寒波があったりとか、例えば雨が少なかったりいうこの環境変化の中でこの人為操作される個体 の, この体質っていうのはどのぐらい耐性があるんですかね、うん、この例えば水温に対して強いとか、野生型のものに比べたらやっぱ飼育下でやってきているので、その飼育環境に適した個体がトータルで残っちゃうはずなんで弱いとは思いますね。逆になんかまあ強すぎても困るのかなとは思うので、まあ放流してないといなくなるぐらいの弱さでもいいのかな。なんかまあ多分一応シミュレートは駆除しないで放流するだけでなってますけど、現実的に考えたらもう ほぼほぼ最終では取れないっていうぐらいの低密度になった段階で放流しないと現実的ではないかなと思いますね。ありがとうございます。ちなみにあの今月の今年かな、沖縄生物学会の学会誌の方に美ら海水族館で不妊化させたオスを放流する、まあオス縄張りオスだけどもう精子が死んでてメスがあの受精してない卵を加える状態にするっていうことで根絶しようっていうのをやった論文が書かれてるんですけど、でもテラピアの修正の中でどうもメスはナーバリオス一体じゃなくていろんなところでやるらしくって、でそのいろんなところでやるうちにその不妊化されたオスじゃないちゃんとした野生化したオスのところに行っちゃって、結局生まれてくる子供はあの変わらなかったみたいな結果が書かれてて、それは失敗したみたいですね。だから今回もまあ実際実践でやって、まあ、知られてない生態によって、まあ、全然効果ないっていうことになる可能性もあるとは思います。
結構校内保育してる段階で受精してなくても結構な年数も年数じゃない日数持つみたいで、なんか普通に置いてたらカビちゃうんだけど、口の中に入ってたら全然カビなくて持つみたいで、その間にちゃんとした精子持ってロスと出会えてしまうと、それで受精できるみたいです。ちなみになんでモザンビークをモデルに選ばれて赴任したんですか？ナイフテラピアはちょっと飼うのが難しいんですね。成熟も遅くて、割と90センチぐらいの水槽で飼ってても1年ぐらいはかかるし、ものすごい喧嘩して殺しちゃうんですね。でモザンビークテラピアは最短でいけば4ヶ月ぐらいで受精から成熟まで4ヶ月ぐらいでいけちゃうのと、割と狭いスペースでも飼えるので、攻撃性もナイフテラピアに比べたらだいぶ弱くて、まあ、確かに殺しちゃう場合もあるんですけれど、あんまりそのナイフテラピアに比べたら飼いやすさが全然違います。いいですかね。じゃあ、ちょっと30分なんですけど、トイレとかありますか？いいですか、続けてやっちゃいましょうか。大丈夫ですか？いいですか？いいです。今日はちょっとプレコの話もさっきやってたんですけど、これの話をしたいと思います。これは私の足の上に乗ってて、全長でいうと70センチ弱ぐらい、60数センチぐらいあったと思います。かなり大型になるナマズの仲間です。ナマズ目ロリカリア科に属するもので、ヒコプレコとかセルヒンプレコとかと、呼ばれたりなんかもしています。で、南アメリカは原産で、食べ物はデトリタスとか死骸で、原因としてはペットの放流とか娯楽施設、動物園みたいなとこから出てきちゃったっていう例があります。あと横穴を掘って川岸を崩れさせるっていう影響があります。で外来魚の研究はまずこう見つけるところから、どこにいるか見つけて、で次に、なんていう種類なのかっていうのを特定して、で、定着している集団の生活史を研究して、で最終的にはその中でどうやったら駆除できるのかっていう段階がスムーズなあれだと思いますが、今回そんな感じで発表します。でこちらがプレークが確認されている重骨推計ですね。大体は人口が多い中南部に分布しています。で沖縄にいる20種ぐらいいる外来魚の中では、中堅というか比較的分布は多い、外来魚です。で1985年頃からいます。だからまあ私も84年生まれなんてほぼ同じぐらいなんで40年ぐらい前から沖縄にいます。で沖縄島のプレコの種類は何かっていうと、プレコっていう呼び方はヒポストムスプレコストムスのプレコストムスから来てるらしいんですけれど、まあ、で沖縄でもヒポプレコという名前で売られています。でもこの種類とは、実は違います。でセルフィンプレコっていうのも売られていますが、まあ、これも沖縄にいるのは違うと。で沖縄にいるプレコの正体として、候補としてはオリノコセルフィンプレコとアマゾンセルフィンチャットフィッシュと、マダラロリカリアとスノープレコっていう4種が大体あります。でこれはちょっと詳しく見ていくと、これがオリノコ川でオリノコセルフィンチャットフィッシュで、これがアマゾンにいる種類で、これがマダラロリカリアって言われてアマゾン川の支流にいる集団です。であとスノープレコっていうと、これら4種の、見分け方っていうのはお腹の模様でやられています。ちょっとこれは見にくいんですが、この
図鑑、この雑誌の写真そのままを使っています。で明るい字に黒い斑点がこれ でその黒い斑点がちょっとつながっているのがこれで、黒い斑点がもっとつながって虫食い状になったのがこの種で、逆に黒字の上に白い斑点になっているっていうふうに見分けろと検索キーとしては書いてあります。で沖縄のものがどうなのかっていうと、明るい字に黒い斑点のものと、これと同じような虫食い状のもので、黒い字に白の斑点のもの、が見つかっています。でマダラロリカリアって言われているのはこれなんですけれど、まあ、他のタイプもいると。で、魚の模様、まあ、魚に限らずなんですけど、生き物の模様っていうのは実はこの黒い斑点模様と白い斑点模様が、雑種になるとこの虫食い状のものになるということが分かっていて、どうもこれとこれ、まあ、別種になってるけど、もしかしたらつながりがあって、まあ、交雑しているのかなということもあって、もしかしたらこれは種というよりも亜種の関係にあるのかもしれないなという。だからまあちょっと種の沖縄プレークはどの種だっていうのは、実はちょっともともとの種自体の分類がちゃんとできてないんじゃないかなという点があります。でさらに、この原産地のこの4種は実は沖縄に来る前に、日本に来る前に東南アジアで、野生化しているものを卵を採集して、孵化させて、そこから国内に日本に持ってきて、販売されています。でそれが沖縄で、定着しているので、まずこの野生から東南アジアに持ってこれる段階で、まあ、元々の遺伝子の中の一部が持ってこられて、野生化して、で東南アジアの自然環境下で淘汰を受けたやつがさらにどうもそこで交雑してて、で国内の飼育環境下でも、淘汰を受けて飼育環境に適した個体が生き残っているはずなんで、そういうので、まあ、さらにここから野外に放されるので、いろいろこう本来のここの集団と比べたら遺伝的には全然違うものになっているだろうと予想されるので、もうこれをわざわざどの種だっていう特定をするよりも、もうこの属の、集団だっていうふうに言うしかないかなと。沖縄のプレークは何ていう種類なんですかって言われたら、このプテリゴプリクティス属と言うしかないかなと考えられます。で呼び方として、まあ、鎧ナマズと呼ばれることもあるんですが、鎧ナマズっていうのは、カリクティス科のナマズ、これ Google で、鎧ナマズって画像検索するとこっちの方が出てくるので、どうも市民権としては得られてない。でも本来ロリカリア科に属するので、プレコはロリカリア科に属するのでアーマードキャットフィッシュで、アーマード鎧をつけてナマズなんで、まあ、どっちかというと本当はこっちの方が合ってるんですけど、鎧なまで使えない。でマダラロリカリアっていう標準和名が付けられていますけど、このロリカリアっていうのを、まあ、また検索するとこういう平べったくて細い魚、これはロリカリア赤に、呼ばれる魚なんですけれど、でさらに、まあ、マダラって言ってもほぼ、まあ、マダラなんで、この種とか属を特徴付ける呼び方でもないんだなと思って。でマダラロリカリア属とは言われていますけれど、外来魚問題を普及啓発する上で商用的に使われている名前をあんまり無視してつけると一致しないので、私としてはペットショップで呼ばれる名前に近いものがいいのかなと思っています。でこれら、候補の3種はヒトプレコという名前で売られていますが、まあ、ヒトプロス、ポストムス、プレコストムスという全く別の種類の属名、学名から来た名前で、あんまり適当ではない、適当ではないけどこれで売られていますね、沖縄で。でスノープレコっていう意味、ありますけれど、
であとセルフインプレコっていうのはいるけれど、まあこれは沖縄定着はしていないだろう。でもメジャーな種類ではあるのであるというのと、あとこのセルフインプレコも沖縄にいる、定着してるプレコも属は一緒なんですね。でこの属は一緒 で英名としても、セルフインプレコプレコと、呼ばれているので、どっちかというとこのセルフインプレコ属で、呼んであげる方がいいんじゃないかなと私は思っています。まあ、分類は結局はっきりしないというか、まあ、その4種のうちのどれかというか雑種だというふうに思ってください。で沖縄の生息個体数とか移動について私は標識放流の研究を卒業研究で行いましたので、その、結果を報告したいと思います。でプレコの背びれ、あるんですけど、これを何番目を引き抜くみたいなことをやりました。こことこことこことか、その組み合わせで、個体識別する方法を行いました。で放流したやつを再捕獲すると、こことかこことか、これはヒレが抜かれて鰭条がなくなってるんですね。膜は再生してるんですけど、でこれで標識個体というか確認できて、あとお腹の模様も個体識別する上で指紋のように使えるので、これで標識放流調査を行いました。で、ツェンバリュキとハイバルダムと、飛車側に、それぞれ4地点、こっちも4地点、こっちは6地点経験を設けて、体調と お腹の模様と標識つけて、放流しました。で体調蘇生は捕獲したものの体調蘇生を示してあります。横軸は体調で縦軸は個体数なんですが、センバーリー県はちょっと小さかったですね。でハイバルダムはちょっと山が2つあるような感じで、まあ、これは実はメスとオスなんですけど、あで黄色いのはこれ再捕獲できた個体を表しています。ヒジャ側はまあこういう山になっていて、大きいのはちょっと少ないけど、まあ、ハイバルダムやセンバーリー県にいないような大きいのが取れる。で再捕獲できた個体はまあ大体体調蘇生に同じようなところを取れているので、まあ、体調によって標識付けひれ抜いて死んでしまったとかっていうのが変わるっていうことはないのかなと。あでちなみに、744個体、捕まえて再捕獲できたのは11個体でした。ハイワルダムは877-9で、ヒジャガは703個体離して延べ、100個体捕獲できました。で推定個体数はですね、まあ、池の中にいるプレコの数全部出すってことなんですけど、標識した個体数かける、採集した個体数割る採捕個体数でこの割合で計算されます。で千葉池では3万とかぐらいで捕獲されているだろうな、推定個体数は3万ぐらいだと推定されました。でハイバルダムでは、6万ぐらいと推定されました。ヒジャ側ではですね、場所によって、違ったんですけれど、ちょっとこれ違う方かな、これが、推定個体数を円の大きさで表したものなんですが、上流の方がたくさんいました。でこの河川間での移動というのはですね、実は2個体しか、河川間じゃない、地点間での移動というのは2地点でしか認められなかったので、周年にわたって、まあ、同じ場所にいるだろうと、まあ、季節的に川を登ったり下ったりとかしてなくて、まあ、そこにいたと。こちら体調蘇生を地点ごとの示したものなんですが、ちょっと左は置いておいて、ヒジャ側のこちらを見ても、1年間通り続けて、地点によって体調の大きさが違ったと。ということは、まあ、行き来はしてなくて、その地点周辺でずっといて、その環境に応じた体調で停滞しちゃうっていうようなことが分かりました。
で標識放流した個体ごと の, あの成長を見たんですが、これ横軸が、月で縦軸が体長です。でこの個体だったら、まあ、8月に取れて3月に再捕獲されたんですが、まあ、成長全然してない、もう体長、20センチぐらいのやつなんですが全然成長してない、他の個体もほとんど成長してないと、でこの個体だけはちょっと大きくなったなということで、まああんまりもう最初にガッて成長してその後は体調ずっと停滞しちゃうのかなというふうに考えられました。で千倍力ではあんまり池の中での移動って関係ないんですけれど、まあ、沖から河口に移動したのが1個体、貝原でも1個体、まあすごい数少なかったということです。で比謝川でもステーション5から4に移動したことは1個体見つかったというぐらいで、あんまり移動しないのかな。でちなみにお腹の模様、最初の分類のところに出てきて特徴なんですが、斑点模様から斑点模様が黒斑点がちょっとつながった、もうちょっとつながった、虫食い状になるまでつながった、さらに、黒くなったと。で黒の字に逆に白斑点のように見えるという個体の割合を示したのがこれで、地点ごとに示してあります。で千倍力ハイバルダムは似たような感じで PP とか P っていう黒い斑点模様のもの、これはアマゾン川本流にいる種類の特徴を示しています。とはいえそうじゃないものも混じっているので、ちゃんと虫食い所、ちゃんとって言ったらあれです、虫食い所のものも出てきているので、まあ、純血ではないだろうと。で、膝側に関しては、まあ、地点によってもまたちょっと違っていて、この下流のステーション2なんかではこの WHO 白斑点のものが多くて、これはスノープレコっていうアルゼンチン側のにいる種類ですね。で他の地点でいうとこの緑色の虫食い所のものが多くて、これは、マダラルリカリアっていう標準番名が付けられている種類のものとお腹の模様が一致するんです、まあ、ざっくり言えば、この黒点のものと虫食い所のものとヒジャガワとハイバルダム千倍力の2つに分かれました。で続いて産卵期初期生活史の話をします。こちらはお腹回復して卵巣が見えてるんですが、この卵巣の重量、卵巣の重量を比較したりとかすることで、産卵期を推定しました。で膝側における生殖状況としてこの黒い影が全部プレコになります。もうすごい数で密度でいます。で逆に他の魚がまあ、テラピアとか言いますけれど他の魚に比べても優先して分布しています。でこいつがですね最大で深さ 1.3 メートルの横穴を掘ります。オス親が卵塊、七義を保護します。これ巣穴に石膏を入れて土をどかして姿を撮った時の写真なんですが、その時の記録では長さ124センチで入り口のところは30センチぐらい、まあ、長い方横側ですね30センチぐらいで、まあ、奥に行くほどどんどん狭くなっていく。で巣穴53個を測ったところ、まあ、一番短いので30センチで、まあ、長いので130センチで平均して60センチぐらい人間が手を入れて置くとどこかなっていうぐらいのものが平均的な巣穴の長さでした。でこの巣穴を掘るという習性によってですね、これ巣穴の入り口の部分が、崩れちゃってる写真なんですが、土壌侵食の、促進と、この河川の環境自体が変わってしまうということで生態系の基盤の変化というのを起こしてしまうという影響があります。で、こちらもこう巣穴のところ、これもう巣穴が貫通してつながっちゃったりとかしてるんですけど、こういった感じでボコボコ穴が開き回っちゃうんですね。で今回の
ここでの目的としては産卵期の生計と巣立ちまでの食生活とそこからそれを利用して繁殖抑制と低密度管理する方法について考察しました。材料とポップです。これプレコの年玉です、2011年の8月から7月まで1年間飛騨川の潮流で毎月20個体採集しまして、生殖腺指数というこの式で示されるものを出しました。この値が高くなるほど卵巣が発達していて、まあ、産卵しているだろうという推定ができる指数です。でこれ横軸が月で縦軸が、メスの生殖腺、こっちは卵巣、青色の方がオスの精巣ですね、の GSI 値を示しています。で、5月から5月ぐらいからバーって高くなって、8月ぐらいまではオスメスともに高いので、おそらく5月から8月までが主な産卵期です。で実際に卵もですね、その期間取れてるんですが、4月9月にも、まあ、取れたりもしているので、これは発達した卵巣です。すいません。まあ、4月9月にも発達した卵巣があるので産卵もしているだろう。でこの5月から8月と推定された産卵期において、まあ、飛騨川の 150m の区間に毎日通ってですね、巣穴に、手を入れて、卵と仔稚魚を採取しました。でちょっと取って戻すみたいな感じでやったので、まあ、自然下での生活史を、初期の生活史を終えるということをやってみました。でこちら横軸は、まあ、ちょっと見にくいですが、巣穴のナンバーですね。そのナンバーで縦軸は、調査した日付を書いています。これだったら、まあ、この巣穴1っていうところでこの日はこれ取れて、この日は取れて、でこの日は取れなくてこの日はこれ取れてっていう、ちょっと見にくいですけど、でこういうこの連続した採集をつなげて、まあ、自然界における巣穴でどういった発生して巣立っていくのかっていうのを推定しました。で受精から4日、5日後ぐらいで孵化します。ですごい卵黄を持っているんですけども、形からしたらちょっとプレコ以外にはならないかなっていう感じの、形ですね。で、この状態でしばらく巣の中にいます。で早ければ11日後ぐらいに出るんですが、まあ、もうちょっと長くいて、で空気呼吸が必要なので巣穴の入り口から出たり入ったりとかするっていう様子も見られます。で飛騨川では主な産卵期が5月から8月と推定されて、で受精から11日から14日後に巣立つということが分かりましたので、まあ、産卵期においては、まあ、トアミなどによって主に生態を取る方法と、産卵期においてはこれに加えて、お巣や卵、仔稚魚を対象として、まあ、巣穴で駆除するということで、この10から14日間はいるので、その10日間以上間を空けなかったら、その区間で把握できている巣穴で、繁殖するというか防げるだろうというふうに考えられました。以上で、プレコの方の発表を終わりたいと思います。何か質問とか、ご意見とかありましたら、よろしくお願いします。この意図的に、ダムコとかでも同じように横穴を掘って繁殖するので、で空気呼吸を結局、稚魚もしたりとかするので、そんなに深いところには いられないみたいで、なので調整できるようなため池だったら、段階的にこうやることで、10日間の間隔でやることで、根絶というか、ある程度は巣を空気中に水を、水位を下げて巣穴を空気中に出して、駆除できる効果があるのかなと考えています。ただちょっと巣穴は
下にちょっと潜っていってるので運がいいと水たまりになって生き残っちゃう感じがします。鹿ばかりで平均的に体長とその卵の数みたいな、なんか比例みたいなものありますか？今日は持ってきてないですけど、ありますね。やっぱ指数関数的に多くなっていきますので、で大体このヒジャガでやってた時は平均的に3000個体ぐらい、個体で3000粒3000個ぐらい、一つの段階でそれぐらいでした。大学でやってた時に先輩の方がそっちの方は卒論でやってたんで、自分でやったような記憶は、でももう十数年前だからちょっとあんま覚えてないですけど、多分同じシーズンで複数回産んでるのかなっていう気はするので、卵巣の中だけで数えてもちょっとそのタイミングで生み出されるのと生み出されないのがあるのかもしれないです。屋外と、まあ、水槽の中での観察っていうのに差があると思うんですけど、はい、さっき個体識別のやつでお腹の模様ってあったじゃないですか。多分白地に黒っていうと黒地に白っていうのにはある程度境があると思う。あとは結構変化するように思います、うん、連続性があって、その、自分もはっきりと理解できてないんですけど、チューリング波って言ってコンピューターを開発したチューリングさんっていうすごい頭のいい人が発見したやつで、色素が沈着する成分となんか阻害する成分のこの波の組み合わせが模様を作るらしくて、で一応、まあ、個体識別できるぐらいにお腹の模様は成長したものではほぼ変わらなかったんですけど、でも放流した時の記録と採取した時の記録見て離れてた黒丸がくっついてるっていうのは何個かあるんですね。だからもうそれを同定形質にするのは間違ってるっていうのはありますね。あともう1日の多分中でも体調によって多分その黒いところの膨らみ具合広がったりちっちゃくなったりとかは多分あるみたいで、本当にくっついてるかくっついてないかもうそんな微妙なところを同定形質にするのは、まあ純血の集団において個体集団で見たときにそういった特徴はあって、まあその例外的な模様もちょっといるよっていうようなものだと思うんですね。だから外来種としてどっかから持ってこられた1匹を見てそのお腹模様でどうですがもうできないはずだったんですけど、でも結局やっちゃってるんですね。でちなみに沖縄で報告された、一番最初に報告されたマダラロリカリアの学名がついて報告された論文の写真のやつがもう間違ってたんですけど、記載上にはもう虫食い状につながってるって言ってるけど、もう写真は思いっきし黒斑点なんです。そういうことがありました。大丈夫ですか？これもまだそのさっきちょっとミンチにしてるのとかありましたけど、テラピオほどそのなんか駆除しながらその回すっていうのはなんかすごい難しそうな気がするんで、ね、そうですね。なんか利用価値のない魚というか。そうなんですよ。そうなんですよ。でもリン酸が高いっていうのが割と特徴 で沖縄本島の北部に行くと赤土の土壌になって、赤土の土壌に含まれるアルミニウムがリンと結合する
特徴があって、結合するとリン離さないらしくって、だから北部の赤土のところでリンの肥料をまいても全部土に吸収されて、肥料とし成分としてもうほぼ一生離れないらしくてだからそこに土壌中のアルミニウムとリンを全部くっつけてからじゃないとリンの肥料が効かない状態になるらしくて、でそういう環境だとリンが異常に高いプレコはちょっと利用価値はあるのかなとは思いますけど、ね、まあ、肥料にするのは肥料としてはまあそういう価値はあるけど、食用はもう多分日本では流行らないし、あと結局テラピアは、まあ、まだ試験段階ではあるけど理論上は根絶できる方法を歌ってやるんですけど、プレコはただ取ってるだけじゃあのただのなんか間引きでしかなくて、駆除をやってるって、まあ、パフォーマンスとしては一般にはそうそれで十分かもしれないですけど、なんかまあ意味はない意味はないというか、うん、無駄死にさせてるというかことになってしまっているので、まあ、できればプレコでもテラピアと同じように何らかのあの目処がつくような、あのどうやって生決定するかもちょっとこの沖縄のプレコについてははっきりわからないところがあるし、あの飼育下で自分は繁殖させられることができてないので、あのレンコンでプールが使えるようになったら産んでくれるかなっていう期待はしてるんですけれど、今の段階で積極的に取っても、まあ、ゼロにならないんだったらかわいそうなことしてるだけっていう。まあ余談ですけど、沖縄の南部の汚いプレコをヤンバルに持って行って泥吐かせて食べれるようにしようって言い出す人がいて、もうやめてほしいなそっからまたなんかその事業自体失敗して北部に捨てられるんじゃないかみたいな、うん、の汚い側の魚っていうのと、その北部のきれいなお水のお魚っていう部分で、さっきのチップスの話にもリンクすると思うんですけど、食べられる食べられないっていう線引きってどの辺にあるんですか？あ、利用できるできないっていう、多分食べようと思ったら多分食べれるんですけど一応ガヤガヤチップスにしてるのはハイバルダムのやつで、農薬についてはちょっと、まあ、その撒かれるたんびにやらないといけないっていうのもあるのでやってはないんですけれど、あの重金属に関しては一応あの水銀とかアカドミウムとかそのあたりの主なものヒ素とかについては一応分析は出して、で検出下限値以下っていうのは出たので、まあ、それで、まあ、あそこは農業用のため池でもあるので食用に使っても、まあ、そこまで言われないかなと。ですけど、でもまあその下の市街地のもう塩ビ管が家庭からこう突き出て下水がバーって出てるようなところのは、まあ売るもの自家消費だったらいいですけど売るものにはちょっとできないかなっていうのはあるかなと思いますね。線引きは一応なんかこれだいと食べて大丈夫なのって言われた時には一応そういう説明はします。何でも食べるんだっけ？昨日アジアガワハギのチヌつって刺身で食べたんですよ。お腹壊した。まあ、ね、壊してないって言ってました。多分大丈夫なんだろうけどね。でも人に食べさせるのは無理だよ。そうだね。結局本当に悪いところは生き物が多分いないと思うんですね。そこでとりあえず人間より体も小さな生き物が、生きてるし繁殖もできてるわけだから、そのえぐい環境ホルモンとか重金属とかがあったら、うそういう繊細な生き物も全部いなくなるはずなんで、多分大丈夫ではある。まああとは多少持ってるの、さっき言ったチルじゃないけど持ってるの、毎日それ食ったら人間も たまってダメだけど、たまに食うなら大丈夫なのかなっていう気がします。
で人間より実は犬猫の方が餌作るのに法律上の基準が高いのは、犬猫はペットフードで毎日同じの食べるから結局一食だったら大丈夫なものがもうずっと死ぬまで食い続けるっていうことで、割と厳しめの農薬検査とかしないといけないって法律がある。あ、飼料とかあれですね、専門ですもんね逆になんかテラピアとかよりもマグロとかの方がね、珍獣金属とかありますもんね。でもマグロでも1日 100g マグロ食って毎日食ったら危ないよっていう基準になって、誰が1日 100g 毎日マグロ食うんだっていうそれなんか漁師さんも結構食べてて、で髪の毛とか測ったら出てるけど、基準値より出てるけど結局寿命が先に来るとか、その健康障害出る前に寿命が来るからまあ、また多分大丈夫刺身はでも寄生虫の問題はあるかもしれないあ、もうちょっと過ぎちゃってますねじゃあ終わりましょう。だいたい第2日曜日の午後に予定していますの で7月は放流会をやろうかなと思っています。ワイワイテラピアの放流を、まあ、100匹ぐらいだからたくさん、まあ、放流できないですけど、はい、来月は、赤ミミガメをメインに発表しています。以上、ありがとうございます。いや、ゼロにならないからあれですけどね、お客さんが塩平くんこんなこと思ってちょっとどうしようかなと思ってました毎回自分で行きたいって言って、いや、ちゃんと送迎するか言ってくれたらあれです